はい、こんにちは。西村純一です。この度、合同会社 WIL という会社を設立しました。で、まあ、会社設立したのはね、まあ、これまで大体10年ぐらい、私と奥さんでやってきた個人事業の、まあ、内容をそのまま法人化したということなんで、まあ、新しいことをするというわけでもないんですけど、まあ、その法人化するにあたってね、うちって何やってんだっけなっていうのを、まあ、振り返ってまとめていったわけですよ。で、その事業内容っていうのを、ま、羅列していくとね、コーチングやってるでしょ、カウンセリングやってるでしょ、システムエンジニアリングやってるでしょ、保育士やってるでしょ、託児所経営してるでしょ、レンタルスペースやってるでしょ、心理学講座やってるでしょ、みたいな感じで、こう、まあ、羅列するとすごいバラバラしてる感じはあるんですね。ただ、その、まあ、そういう事業をやってきた中で、こう、なんだ、まとめてみると、コアとなる技術があったな、というふうに思うんですね。コアとなる技術。でそれが何かというと、コーチングとかカウンセリングなどの、まあ、心理学に関する知見とか、まあ、経験とか、そういうスキルですね。それが、まあ、当社のコアとなる技術なんだろうな、ということを思いました。だからそういう、まあ、心理学の、なんだ、知見を、まあ、そのまま使えばコーチングやカウンセリングになりますし、私がもともとね、いたシステムエンジニアとかのね、世界に当てめれば、まあ、そのプロジェクトをマネジメントするとかね、そういうことになったりするわけで。で、社員研修とかに当てはめればね、カウンセリングとかコーチングとかのスキルそのものが、なんだろう、コミュニケーション研修になったりね、するわけです。で、まあ、奥さん保育士ね、託児所とかやってたんで、その保育士に当てはめてみると、まあ、ママ、子供の面倒を見るというところにもなるんですけど、まあ、その向こうのね、子育てしてる奥さん、ママさんとかね、の、なんだ、手助けができるようになると。その人たちの支援ができるとか、まあ、それをそのまま教えれば心理学講座になるとかみたいな感じで、コアとなる技術をいろんな分野に適用していって、こういう、なんだ、事業体になっているんだろうな、というのを、なんだろう、改めて認識したんですね。うん。まあ、本当、心理学はそんな感じで、こう、適用範囲が広いっていうかな、なんか深いですし、いろんなことが扱えるんだな、というのを改めて思います。っていうのもね、まあ、世の中を動かしているのは人間なんで、まあ、その人間が、まあ、どういう気持ちで動いているのかとかね、どういう動機づけされているんだろうかとかね、そういう、まあ、心の動きそのものが、まあ、やっぱりいろんな場面で生きてくるわけで、それについて、知見があるとか、ね、スキルがあるっていうことは、本当にいろんなことに使えるんだろうなということも思いました。うん、まあ、私なんかね、もうこの4月から放送大学っていうところにね、入学して、心理学の講座を受けて、実際にね、講義を受けてたりする会で、まあ、その、どんだけ勉強しても果てがないっていうか、いくらでもやることはあるっていうかね、っていう分野であったりするんですけど、まあまあそういうコーチングとかカウンセリングの元になってるその心理学っていう技術が、本当に当社のコアとなる技術であって、でそれを本当にいろいろなところに適用してやってるんだな、というのをこうね、まあ会社設立にあたって、こう事業をまとめてる中で、改めて思ったことだったということですね。はい、ということで今日はね、当社のコアとなる技術ということについてお話しできました。